人間の意識は科学で解き明かせれるのか。宇宙物理学の研究者としての人生を歩んできました。宇宙の中の銀河系の太陽系第三惑星の地球という見方をする人間です。その地球の生命の中の生命。 動物霊長類人間族人間自分という見方をしているのですこの見方は仏教における生きとし生けるもの生命全体という考え方と近いと思います人体を構成する細胞分子原子 素粒子と見てくると、太陽の重力場では作ることのできない原子も、人体を構成する分子・原子になっています。これは宇宙における超新星爆発の際合成され、地球に飛来したものだと考えられています。 この考え方に対し私は疑問だと思っているのです。というのは超新星爆発というのが毎日、毎時間、毎分、毎秒ごとに連続してあるわけではありません。何十億年の宇宙時間の中のある一瞬爆発が起きるのです。それなのに 我々の体を構成する原子が常に飛来していないのですところが我々の体は祖先以来自分そして子孫へと継続していきますということは球の重力場でできない分子原子素粒子が継続的に 再生成されている現状が、その宇宙理論と矛盾するように思われるのです。その結果、私の体を構成する原子のふるさとは宇宙だということになります。だから、私は自分の故郷は宇宙だと思っているのです。 日本ではありません。地球ではありません。私は宇宙に生まれた宇宙の人間の一人なのです。そのような見方をしている私だが、人間の頭脳にもう一つの宇宙を見る思いでいるのです。私は知的探求心。 精神活動上層を究明したいと思っています。私は2018年3月に第1回の脳梗塞の発作に襲われ救急外来に稼ぎ込まれそのまま入院手術94日間に及ぶ 療養生活を送ってきました退院後脳梗塞の後遺症が残り医師による定期的な検査診察薬の治療を受ける生活を送っていますそこで私は医師に依頼し検査結果 エクセンシティ検査のデータを入手しています。ということは自分の頭脳内部の状態を見ることができるのです。だから自分の脳を実験対象として自分自身の感覚を脳のセンサーとすることができるのです。頭脳の働きを理解するのに。 物理学者として養ってきた理解の方法を適用するならば知的探求心意志とそれを支える心の働き上層の探求はできるだろうと考えています本題に入ります21世紀初頭世界に 大きなパラダイムシフトが起きようとしていました。それは人間の頭脳の働き、意識、精神、心をどのように捉えていくのかという研究方法の変換なのです。それは20世紀初頭に起きた相対性理論と 量子炉による物質の究極構造の追求と宇宙構造を追求するという宇宙間の一大変換に匹敵するパラダイムシフトなのです。人間は宇宙とは別に存在する客観的な観察者ではなく 宇宙の中に含まれる存在なのです。しかしこれまで自然科学は人間やその精神を抜きにして物質世界のみに限定した宇宙観宇宙モデルを作ってきました。宇宙物理学者である私もその片棒を でできたのですしかし宇宙創造の秘密さらに宇宙の終末を考えるようになるとそこに宇宙の意志というべきものの存在が意識されるようになってきたのです。そのような視点から銀河系の 太陽系第三惑星の地球の生命の誕生進化の歴史地球生命の頂点にいる人間の頭脳の仕組み心の仕組みに強く惹かれるようになってきたのです近代の自然科学は物事の根源を考える 自然哲学から文化独立してきたのですこの過程で宗教からの蓄えの中から自然科学は誕生していったのです宗教裁判により火あぶりの刑に処せられた者も,もいましたギリシャ以来信じられてきた天動説に対し 地動説を発表ししようとしたコペルニクス自分で作った望遠鏡による天体観測により地動説を支持したガリレオも迫害を受けたのですそもそも自然科学は自然哲学から文化独立したのです 博士号を意味する PhD とは本来は哲学博士を意味する Doctor of Philosophy なのです両者は過去300年間物理世界と精神世界を分業することで共存してきましたしかし現在から 将来に向かって両者は統一の方向性を求めていくのではないかと思っています一神教であるキリスト教その方向に向かう可能性はあると見ていますインドの宗教であるヒンドゥー教においては教義に宇宙と 輪廻転生といいう概念を含んでいますインドの宗教のうちジャイナ教と祝教は宇宙の真理と自己との合一を目指す一神教と言えると思っています。これらは物理世界と精神世界を統一する。 を根幹ににしていいるように思います我々物理学者は今までの理論とは矛盾する理論が提唱されたならば謙虚にそれを理解し今までの理論との統一を図るようにすべきであると思っています仮に 現在の宇宙論上で問題になっているダークマターダークエネルギーの研究が進めば今の宇宙観は根こそぎひっくり返るだろうと思います現在の宇宙論では高頭無けに思える仮説の中に真実の種がある可能性を 認めななければなりません超弦理論が提唱された当時素粒子論の立場から傍透無形な理論だと見なされていたが今や量子論素粒子論と相対論を統一する究極の理論量子重力論として期待されているのです。 私は人間の意識は修理物理学の考え方を使い量子コンピューターを駆使することで解けるだろうかと考えているのです。多分無理かもしれません。なぜならば人間の頭脳の働きは量子コンピューターになっているからです。最も 現在の脳科学では意識の問題心上層の問題には全くお手上げなのが実情であるように思えるのです。2021年2月16日 INU 研究機構学長教授久保です。